兵庫電気軌道。兵庫電気軌道とは、かつて、兵庫県神戸市、明石市において、軌道、路面電車の運営を行っていた事業者である。通称は、平電、山陽電気鉄道の前身にあたる。現在の山陽電気鉄道本線のうち、山陽明石駅伊東の区間を開業させた。明治30年代以末、県内で、 電気軌道を自設しようという動きが広まる中で、兵庫電気軌道はその一つとして、神戸赤市間の路線の布設を目的とし、川西西米らを中心に1907年、明治40年7月2日に立された。当初、この区間の免許は、兵庫電気鉄道と、明神電気鉄道という二つの事業者により、申請されており、競り願いとなっていたが、 両者が合流して新たに会社を作ることになったものである。1910年、明治43年3月15日、第一期戦として、兵庫スマ間が開業した。この時、神戸川の起点を兵庫としたのは、市内における路面電車、資源の運営を行っていた神戸電気鉄道。1917年に、市が治むし、神戸市電となるとの競合を避けるためであったと、言われている。 神戸から西へ向かう初の電車とされ、期待を持って運行が開始された兵庫電機、軌道であったが、営業成績は芳しくなかった。一時、神戸電機鉄道への経営移管や直通運転が計画されたこともあったが、前者は折り合いがつかず、後者も車両規格の違いを理由に実現しなかった。結局、兵庫電気軌道では、経営陣を更迭し、 第二期戦とされたスマーカシカの建設を行う選択肢を取らざるを得なくなった。だが、これも幼稚買収の進展が遅れたこと、スマにあったご領地の借用問題、さらには舞妓公園の景観問題が絡んで暫定改良、一部経路変更を行うことになり、1912年、明治45年7月11日に一の谷まで、1913年、 大正3年5月11日に、塩山で、そして1917年、大正6年4月12日にようやく、赤島で開業させることができた。開業の効果は大きく、収入、乗客数はおよそ3割の増加になったという。これによりようやく、兵庫電気軌道は、経営を軌道に乗せることができたのであった。兵庫電気軌道では、赤市延伸後、さらに、 姫路までの延伸を計画した。この区間の敷設に関しては、地方鉄道法に基づく、鉄道路線として計画がなされ、兵庫電気軌道の経営に対する影響を、最小限に、すため、別会社の民姫電気鉄道を設立し、免許申請を行った。ところがこの区間の路線敷設に関しては、伊藤栄一率いる番州鉄道も、同じように免許を申請しており、 セリ願いとなった。そのため伊藤は、兵庫電気機動に対し、敵対的買収を仕掛け社長に就任、経営権を掌握した。しかし免許は、追い出された、川西ら兵庫電気機動の旧経営陣がそのまま、経営権を握っていた民姫電鉄の方に下った。同社はさらに1920年、大正9年に、新名急行電鉄として、 港川明石間の路線敷設免許も習得し、兵庫電気軌道に対抗することになった。ミー姫電鉄は、新名急行電鉄の免許を買収、神戸姫路電気鉄道、新規電鉄と社名を改めて路線敷設に取り掛かる。とりあえずは、兵庫電気軌道と競合しない明石姫路間の敷設に取り掛かり、1923年、 大正12年8月19日に開業させた。日本では大阪鉄道に次いで2番目に直流五5 0 0 v 電化を採用するなど随所に併用軌道がある兵庫電気軌道とは全く異なる高規格路線であった。一方で伊藤を率いる兵庫電気は沿線において伝統事業や不動産など多角経営に乗り出すがこれが第一次世界大戦での不況で打撃を受ける。 それに追い打ちをかけるがごとく、伊藤の事業を後押ししていた、マスダビルブローカー銀行が1920年に破綻すると、伊藤は社長辞任に追い込まれる。後任は、岡崎財閥から岡崎東吉が就任するが、新規電鉄とは接続しているものの経営はなかなか、好転しなかった。その一方で、兵庫電機、新規電鉄両社に電気を供給していた。 宇治川電機が工業の不振で大口の電力需要が伸び悩んだこともあって安定した電力供給先を求めて電気鉄道の経営に本格参入する道を見せたそのため再編も兼ねて兵庫電機と新規電鉄を統合し一体化して経営することを計画1927年昭和2年1月1日に兵庫電機が同年4月1日には 新規電鉄も宇治川電機へ統合され、ここに兵庫電機は消滅した。その後、1928年、昭和3年8月26日には、規格差を乗り越え、兵庫姫時間の直通運転が実施されるようになった。さらに1933年、昭和8年6月6日には再び電力と鉄道、軌道事業が分割されるとになり、後者は、 新設会社の山陽電気鉄道へ譲渡され、現在に至っている。なお路線建設の経緯により、兵庫長田間や諏訪周辺に平用軌道が終戦後まで残っていたが、前車は1968年、昭和43年4月7日に、神戸高速鉄道への直通運転開始により、該当区間が廃線となること解消され、後者も戦後間もない時期に専用軌道化された。 それを踏まえ、1977年、昭和52年12月27日には、軌道扱いで残っていた西大明石間が、地方鉄道、今は普通鉄道に切り替えられていい。平洋軌道区間は、兵庫から長田付近と、須磨東、垂海間及び、明石市内の一部。軌道は、道路中央部ではなく、片側に寄せて付設していた。 1917年、兵庫赤石間全通時の当時の駅は、表の通り26駅であった。その後宇治電に買収されてから、路線は徐々に改良されていき、市内電車から高速鉄道に変貌していく過程で停車場も移設、廃止を行われていった。車両はいずれも木製ボギー車で、オープンデッキ、前後に金属製の救助網が備えられ、ダブルポールであった。 なおここにおける形式はあくまで便宜上の区分であり、写版は形式に関係なく投資番号で不満されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。